2年前、衆議院選挙で立憲民主党から山川百合子氏が当選したことを機に発足した瀬戸健一郎・山川百合子夫妻のために祈る会ピースメーカーズフォーラムが去る3月26日、京王プラザホテルコンコードの間で開催されました。会を重ねるごとに祈りの選手は増え、今回参加者は約200人。その祈りの成果も確実に見えているといいます。いろんな戦いがありましたけれども、いろんによって一つ一つこうクリアして、そしてまたステージもですねかなり上がって、政治も多くのですね国会の働きも重要視されてきておりますので、確実にキリスト者としての良い証が生まれていると思います。会は福音歌手の森由里さんの特別賛美からスタートし、続いてギタリスト池田博里さんの伴奏で瀬戸氏と山川氏の所信表明といえる新聖歌398番新しき地にを共に賛美しました。国政で用いられる百合子さんと出会い、森百合さんも同じ女性として励まされていました。神様が強い男性ではなくて本当にか弱い女性である山川百合子さんを選び立てて、この日本のために国政に送り出された、これはすごいことだと思います。神様は百合子さんを通して大いなるご計画をお持ちです。私たちはそのために祈り支え、私たちみんなで手をつないで神の働きを前進させていければ、そういうふうに願ってます。メッセージは日本キリスト教団前総会議長で青山学院前学院長の山北信久氏が主イエスの動物園というテーマで語られました。可愛らしいタイトルですが、その内容はマタイ書の私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものですというキリストの厳しいお言葉。それほど正解に使わされるということは反対勢力の多い戦いの場であることを覚悟させられます。そのために蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいと主は言われます。山北氏はまず蛇について創世記のように悪にもなりうる狡猾で巧みな賢さだけでなく、成長するために何度も脱皮する習性を挙げ、私たちも日々御言葉によって新しくされ悪に打ち勝つ賢さを身につけようと語り、また鳩の素直さとは必ず自分の巣に帰る帰巣本能を持つことから、神に属する私たちもこの世で大胆に生きながら叱るべき時に帰る場所へ帰り平安と力を得ようと語りました。キリストという羊飼いがいるなら狼の中でも恐れはありません。その良い羊飼いは羊のために命を捨ててまで守ってくださる方、羊のように弱い私たちでも主を信頼し使わされた場所で大いに主の技に励もうと瀬戸氏、山川氏夫妻をはじめ全改修にチャレンジしました。なかなか厳しい部分で知ってますけど、まあとにかくもう容易ならぬことゆえに、だけど蛇のようにさとか後でそのようにあるってイエスがおっしゃったんだから、それはもうそのごとくに行こうと、こういうことですね。もう政治なんかくだらないとか言うんじゃなくて、やはり政治にやっぱり関心と祈りを持って関わるってことですね。続いてご夫妻それぞれの歩みが可愛いイラストや写真、また国会答弁などの映像とともに紹介された後、お二人から活動レポートがなされました。アメリカに追従することなく堂々と主張できる等身大の日米関係を目指すお二人ですが、日々その難しさを痛感しているといいます。防衛費が5年間最高額を更新し続けていることや、トランプ政権に勧められ購入を決めたミサイル防衛システムイージス・アショアが北朝鮮からハワイとグアム基地に向かう通過経路の真下に置かれることなど、メディアでも取り上げない、国会でも議論されない隠れた現実問題に目を留めるお二人は、平和を願う者として真っ向から戦っています。やはり主の主権を実現し拡大していくという、これが実はピースメーカーフォーラムの使命なんだと。だから平和を作ると言いながら戦いなんだと、しかもこれは霊的戦いなんだと。
その戦いに祈りの勇士たちが加わり、少しずつ、しかし確実に前進している実感があるといいます。やっぱり政治の世界で、倒れそうになることってすごく あるんですけれども、やっぱりそこで皆さんの祈りが支えてくださるっていうのは本当実感としてあります。参加された皆さん、お一人お一人が、いわゆるピースメーカーになっていただく。そのピースメーカーの集まりがこのピースメーカーズフォーラムなんだという。その新しい次の次元に向けた何かこうスタートが切れたのかなと思って感謝しています。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからの御言葉を指針として活動するお二人に、賛同する皆さんもその幸いを感じ祈りを厚くしました。素晴らしかったですね。普段こういうなかなか政治的な関わりに来ることはありませんので、本当にいろんなことを勉強させていただきました。日本の国が本当に平和な国となり、またイエス様の救いと福音とその祝福が豊かに下ってくるようにお祈りしてます。山川先生がね、これから大きな政界で活躍されるように祈ってますし、瀬戸先生もですね、参議院に出て御用されることをお祈りしていきたいと思ってます。瀬戸氏は目下参議院議員選挙の出馬を祈り準備中です。国政で主の御心をなすために、瀬戸健一郎氏、山川百合子氏ご夫妻が今後も大いに用いられることを祈ります。